おはようございます。今日はベルスパとの練習試合です。来週からもう全試合が始まるんで頑張っていこうと思います。頑張りましょう。今日も頑張りましょう。頑張りましょう。大輝はいつも迎えに来てくれます。はい、家が近いんで足にされてます。週1で車乗ってますさあ頑張ろう。試合終わってご飯食べに来ました。お疲れ様です。お疲れ様です。疲れました。ちょっと贅沢ね。嫁に怒られそう。うわ、贅沢しちゃった。贅沢やね。マジで嫁に怒られそう。怒られはせんけど、いいなって言われる多分。連れてってあげないと。これお疲れさんでした。仕事終わったんで今からご飯を食べに行こうと思います。お疲れ様でした。どんだけもあるよ。あ、どんだけもあるいいかわいい。今寸分がいい。ここで行ける。わからん。全部辛いやろ、俺からしたら。噛み切りましたね。どうですか。ファイブードの部屋だいぶ切ったね。20センチ。20センチも切ったの。ぐらい。もうちょっと切ります。まだ切るの。ここだけの話。楽しみやね。じゃあまあいいんじゃないでしょうか。どっちがいいかコメントください。はい。長い方が良かったらやめます。俺は全然いいと思うけどね。まあ、ずっと長かったっけね。妹ぶりかな、聞いたの。全然いいと思う。ご飯食べて帰ってきました。まあ、今日はね、ベルスパと練習試合ということで、まあ、個人的に、ゴールが決めれたりっていうところはあったんで、まあ、セットプレーで点が取れたりってところは良かったのかなと思います。前者でも、まあ、トーナメントで絶対にセットプレーっていうのは大事になってくると思うんで、そこはね、ゴールが取れたっていうのはすごくいいところだったと思うんですけど、まあ、危ないシーンも作られましたし、もっともっとやらなきゃいけないところがありますね。個人的なプレーの質だったりとか感覚っていうのはね、もっともっと上げていかないといけないなって感じなんで、とりあえずは、まあ、明日ってまた取りに行った練習であるんで、そこに向けて、コンディション整えていきたいなと思います。しっかりと、ね、疲れも取って明後日も試合して練習に臨めるように準備します。マッサージとかいろいろしてもらったんで、体のケアしてもらったんで、今から髪切りに行ってこようと思います。もうだいぶ伸びてきたんで切りに行ってこようかなと思います。髪切っていきました。いい感じになったんじゃないでしょうか。まあ、午前練習して、まあ、昨日も試合してるんで軽めの練習だったんですけど、まだね、明日練習試合、トリニータの練習試合あるんで、まあ、トリニータと練習試合するなんて機会初めてですし、まあ、J2 のチームと試合できるっていうのはすごいありがたいことなんで、まあ、その中で
まあ、上のカテゴリー相手にどこまでできるかっていうのを自分たちの力っていうのを出していきたいと思います。ということで明日頑張っていきたいと思います。綺麗やな。楽しかったわ、試合。楽しかった？うん。1-0。1-0。人多すぎたもんね。見えづらかったよ。正直、ほぼ見てない。プレーがいい人だった。町田さんもいい人やったし。優しかった。大丈夫。喋っとけや。髪いいですね。ちっちゃ。めっちゃ久しぶりじゃない？試合が終わって帰ってきました。まあ、試合結果は1-0で負けとなりました。まあ、30分3本やったんですけど、まあ、結果としては負けになってしまいましたけど、でもやっぱりなんかこうチームとしてうまくいくところがあったり、まあ、改善しなきゃいけないところがあったり、たくさん出た試合だと思うんで、これをあと1週間後の前者にいい形で、ね、持っていけるようにあと1週間準備したいと思います。まあ、個人的には、もっとねコンディションを上げなきゃいけないってところと、チームとしての守備のところ、まあ、コーチングのところをもっとこう、ね、自分で整理して、どう動かしてどこでボールを奪うかみたいなのをもっともっとできたらいいのかなっていうふうに思うんで、まあ、あと1週間あるんでしっかりとそこをすり合わせていけたらなと思います。まあ、やっぱりトリニータは J2 ですし、クオリティも高い中で試合させてもらってすごく楽しかったですね。うん、まあ、こういう機会があるっていうのは嬉しいし、本当に楽しくサッカーができたかなと思います。本当にあの来週全社でね、全てが決まるんで、まあ、負けたらそこでおしまいだし、地決に進んで JFL で昇格するためにも絶対勝たなきゃいけないんで、まあ、自分としてもしっかりとコンディション上げて、まだ上げれるところあると思うんで、バッチリ準備して全勝迎えたいなと思います。1回戦は栃木シティと試合なんで、本当に強豪だと思うし、大変な試合になると思いますけど、そこ勝てば勢いついてこうグッと波に乗れると思うんで、チームの総力戦になると思うし、しっかりと準備して全員で勝ちに行きたいなと思います。来週に向けてしっかりと準備したいと思います。今回も見てくださってありがとうございました。また頑張ります。